アメリカ南部のホットな町、ルイジアナ州の州都バトンルージュ。深い歴史と伝統の中、グルメフードと音楽、そしてフェスティバルやスポーツで活気あふれる素敵でかつ楽しさ満載の町です。バトンルージュといえばまずは食。様々なスタイルのレストランやバーであふれるこの町では、ケイジャン、クレオール、シーフードなどのバラエティに富んだ美味しいグルメフードがお楽しみいただけます。ジョリーパールオイスターバーはなんと50種類以上もの牡蠣がごちそうになれるという牡蠣専門店。ここでは新鮮な牡蠣をお届けするのがモットーで、生でも焼いたものでもとにかく美味しい牡蠣がいただけます。お店自慢の絞りたてのフルーツカクテルと一緒にいただいてみては。地元本場の新鮮で美味しいシーフードをお求めにはトニーズシーフードマーケットへどうぞ。ザリガニからナマズまで、ルイジアナならではのとにかく多様性に富んだシーフードがいただけます。楽しい旅行はビールで乾杯。バトンルージュさんの質にこだわった醸造出来たてビールを楽しむには、ティンルーフブルワリーへお出かけください。また甘いもの好きの方はストランズカフェで最高質のチョコレートとペイストリーの素敵なティータイムをお楽しみください。といってもバトンルージュでの楽しみはもちろん食だけではありません。バトンルージュの歴史と文化を学ぶには、キャピトルパーク博物館を訪れください。この博物館では地域の植民地時代の歴史、そしてアメリカインディアンやケイジャンの歴史などを学ぶことができます。さらに歴史好きに欠かせない場所は、1791年に建てられたマグノリア・マウンド・プランテーション・ハウスです。このミシシッピ川の正面に位置する史跡では、ルイジアナ南部に深く根付いたクレオールの当時の生活様式を垣間見ることができます。さあ、旅の支度はできましたか？バトンルージュならではのグルメ巡りの旅もいいですね。食べて、見て、とにかく楽しい時を過ごしに、ルイジアナ州バトンルージュへぜひお越しください。